愛妻偶数用中がなびら、なじまよしなおやびん、うたしくうにげさびら。今、沖縄の言葉で、皆さんこんにちは、私はなじまです、よろしくお願いしますというふうに挨拶を申し上げました。まあ、沖縄の琉球大学から来たということで、そういう挨拶を一度聞いていただけたらと思って、まあ、片言の、私は沖縄生まれではありませんので、片言のうちなわ口、沖縄の言葉をしゃべりました。この中に沖縄ネイティブの方もいらっしゃるんで、あそこはちょっと違うっていうふうに思ってらっしゃるかもしれません。一方で、日本語教育関係の方が集まっていらっしゃるということを考えたときに、まあ、共通言語としての日本語を選んで、でその中で日本語といってもいろんな方言がありますので、共通語を選んで、皆さんこんにちは、なじまよしなおです、よろしくお願いしますというふうに挨拶をすることもできます。できましたと言った方がいいかもしれません。その場合は日本語教育関係者という、まあ、自分自身をこうアイデンティファイして、私はこういう立場でこういう人間としてここに立っているので、こういう挨拶をするということで言語の選択をしたわけです。一方で、ここがハイデラバードではなくて京都とか大阪、日本の関西地区でということになると、私は皆さんこんにちは、なじまよしなおです、よろしくお願いしますというふうに、まあ、ちょっとこう関西方言って近畿方言で挨拶をするっていうことも選択肢の一つになります。私は三重県出身で関西地方で長く暮らしていましたので、自分の中では関西方言ネイティブのつもりでいます。ただ京都とか大阪とか、それから神戸の方に言わせると、いやお前のは関西弁やないっていうふうに言われます。なんでこんなお話をしているかというふうに言いますと、まあ、私一人の中でもいろんなアイデンティティっていうものがあって、つまり複数存在していて、そういうものをこう選択して表に出したり、まあ、何かを表に出さなかったりっていうことをやってるわけです。もう一つ、アイデンティティっていうのは言葉だけではないものでも表されるということがあります。皆さん私の格好を見てください。こういう服、こういう頭、こういうひげ、ああ沖縄の人だからなっていうふうに思いになりますか？そう思って声かけてくださった方もいらっしゃいますが、私は結構インドが好きで、で何ヶ月かインドを放浪していたこともあります。私の若い頃の時代は、ありがとうございます。いや拍手いただけるとは思わなかったんで、ずっとその話をして90分終わってもいいんですけれども、それだとちょっと非難合合かなと思います。日本にいるのが嫌になって、日本で会社員生活をしてたんですけど、日本の会社員を辞めてどうしようかなというふうに迷っている時に、たまたま日本語教育の話があって、マレーシアで私は日本語教育のキャリアを始めました。ですがマレーシアではちょっといろんな事情があってうまくいかず、一度日本に帰ることにしました。せっかく東南アジアまで来てるんだから、まあ、すぐ帰るのはもったいないということで、東南アジアから西の方に向かって旅を始めて、で、インドにたどり着きました。もちろんそれまでにもインドにこう短い期間、1週間とか10日間ぐらい旅行したことはありましたし、日本で手に入るインドの旅行記とか、そういうものはもうむさぼるように読んでた時期があります。で、こういうことを言うと笑われたり、インドの文化をしっかり理解していないっていうふうにお叱りを受けるかもしれませんが、サドゥがかっこいいと思うんですね。山野心です。で、エアインディアでデリーからハイデラバードに来る中の機内誌、ヒンディー語で書いてあったので全然読めなかったんですが、英語のページが2ページぐらいありました。今ちょうどクンブメーラをやってるっていうことで、ものすごいサドゥの人たちがこう写真に、一枚の写真の中に1ページ入ってるんですね。うわー、なんかこの髪型かっこいいとか思うわけです。実はこれそういう意識があるんですね。はい。で、今の実例は一人の人間の中にあるアイデンティティっていうものを一人の中で調整をしたり、一つだけを出すんじゃなくて、沖縄的なものとそういうインドの修行をしている人たちっていうものの、まあ、外面だけです、外見だけですけれども、アイデンティティというものを取り入れて自分なりに融合して自分のアイデンティティとして持っているということです。で、そういう、まあ、私は多分特別だと思いますけれども、
あの社会っていうのはそういういくつもの複数のアイデンティティを持った人たちが、でかつそういう人たちはみんな一人一人違うわけです。そういう人でこう構成されている社会っていうのが実は当たり前で、一つの考え方とか一つの文化、あの日本語を教える時でもどうしても日本文化はこうですとか日本人はこうですっていうことを言う時あると思いますけれども、実際には非常に異なる人たちがたくさん集まって社会っていうものを一緒に生きているというふうにやっぱり考えるべきだというふうに思います。で、そういう社会へ留学とか日系企業で働くとか、それからまあ間接的にネットなどを通したりして自分の趣味を通してそういう社会とつながっていくという、あのあまり好きな言葉ではないんですが、他にいい言葉がないので学習者というふうにあの呼びたいと思いますが、そういう学習者の人たちに日本語を教えるっていうのは、日本というそういう多様な社会とこう実はつながっていく、そういう橋渡しのようなことをしていて、だからこそ教える時にはゆくゆくこの人はそういう日本社会と こんな形でつながっていくだろう。そこでさっきの小西先生の生きる力っていうのがありましたけれども、まあ、その社会でその人が幸せに生きて、でその社会もその人がそこにいて生きていくことで幸せになっていく、そういうようなあのことを日本語教育の中でももうそろそろ考えて実践していかないといけないのではないかというように思っています。まあ、そういう社会的なリテラシーと、それからまあ、教える側に立つ私たちもそういうものを教えるのだという意識変革、学ぶ人もそうだと思います。例えば私は授業で会話の授業などで、あなたの会話能力でどこに問題がありますかという質問を授業の最初にするとよく出てくるのは敬語です。文法の授業でもそうです。でもじゃあ敬語ができたらちゃんとコミュニケーションができるのか、または逆に敬語ができなければコミュニケーションがうまくいかないのかというふうになると、決して敬語だけが一つの解決策ではないっていうこともわかると思います。で、言葉ができればじゃあいいかというと、言葉だけではどうしようもない壁っていうのもあるだろうというふうに思います。まあ、そういったものを今日の私のこのお話の中では市民性とかシチズンシップというふうに呼んで、厳密に言うとその2つは定義はどうだっていうややこしい話になってくるんですが、ここではシチズンシップって言ったり市民性って言ったり同じような意味で使っていきたいというふうに思います。そういうそれをこう教えていく、また身につけていくっていう日本語教育を考えていこうと私は思っています。で、少しずつ実践を始めていますというお話をしたいと思います。で、じゃあそれは名島さんが大学で教えていて自由にいろいろできるからやれることであって、例えばインドの日本語教育ではそういうのは難しいっていうことがあるかもしれません。ですけれども私の話をもうこれは全然そこから考えること何もないやっていうふうにパーンと跳ねのけてしまうのではなくて、じゃあ自分のところだったら何ができるだろうとか、どういうことが今の話とつながるんだろうというふうに、ぜひこの機会だけでもいいので今日だけでも構いませんのでちょっと考えていただきたいというふうに思います。お手元の方に日本語でずっとお話をさせていただきますし、後から考えていただく手がかりにもなるかなと思いまして資料をお配りしています。パワーポイント前で見ていただいているものと同じものをそのまま使っていきます。左から右の方にページが変わっていって上から下へという順番で進んでいきます。まず私の方の背景を少しだけお話をして、その後で複言語性とか複数性ということについてお話をしたいと思います。で、そこから民主的なシチズンシップっていうものにつなげていき、最後で日本語教育との関連をお話しします。で、2部構成になっていまして、ここまでが第1部です。で、頑張って時間を取りたいと思いますけれども、ワークショップのような形で新聞記事をちょっと今日集まってくださってる皆さんで批判的に読んでみるっていうことをやってみたいと思っています。で、決して欲張りではないんですけど、資料、そのワークショップの資料も3タイプ用意してあります。で、
最初から3つを行うことは絶対に無理だろうと思っていましたが、ぜひ持って帰っていただいて、ご自身でじっくり読み込んでいただいたり、授業の中で新聞ですので、授業の中で使っていただいても全然構いません。ちなみに後で触れますように、皆さんにワークショップでお渡しした資料は、私自身が大学の、上級の読解授業の中で使ったものそのままを持ってきています。では自己紹介も兼ねて、背景をお話ししたいと思います。真ん中にある東日本大震災と福島第一原発事故っていうのが、8年前ですね、起こったものですけど、その前後で、私の研究とか教育に対する向き合い方っていうのはもうものすごく大きく変わっています。まずその前は現代日本語文法の研究をしていて、でそれもプラグマティクス、語用論という枠組みから日本語の、現代日本語の野田文とか接続詞とか修助詞とか、そういうものの研究を行っていました。あと、今いるところではない前の勤務先の大学で大学院生に対する日本語教員養成というものをやっていました。で3月11日にこういうことがあって、ボランティア、災害ボランティアもしながら社会っていうものについて考えるっていうことになり、ここを境にして私の教育とか研究っていうものは、その研究が最初にあるとか教育が最初にあるっていうのではなくて、その向こう側に社会っていうものが常にこう見えている、社会を意識してどういう研究をしようかとか、どういう教育をしようかっていうふうな意識が変わってきました。だから社会とつながっていくっていう点では、私自身が今まで生きてきた生き方、ここ10年ぐらいの中で大きな変化があって、で今日ここでお話しするようなことにつながっているということです。で2015年に沖縄国際大学っていうところで日本語教育学会の秋の大会がありまして、そこで、ドイツにいらっしゃる日本語教育の教員、日本人教員を2人日本に来てもらいまして、3人でパネルセッションをしました。でそこでお話ししたことは、予行集を持ってる方は見ていただけると思うんですが、今日の話に関係するところで2つ、紹介をしておきたいと思います。まずこちらです。多様性、多様なものを受け入れるっていうこと、それを尊重するっていうこと、そういうものが言語運用とか他者とのコミュニケーションの中ではとても大切で、でそういうものを身につけるためには複言語主義に立った言語教育が重要であるという一つのメッセージをそこでは出しました。で改めて今回準備をしていて、この多様性に、寛容になるっていうことと複言語主義っていうところにちょっと論理の飛躍があるなっていうふうに、思って初めて気づきました、自分の中で。どういうことかっていうと、ドイツなんかの、その欧州評議会ではその複言語っていうもの、複言語主義っていうものが、実は多様な文化とか異なった考え方とかっていうものを許容するために非常に重要な、コンセプトっていうか概念であって、だから複言語主義教育っていうのをやってるっていうことなんですね。でなので多様なものを受け入れていくっていうためには、そういう素養を伸ばしていく、一定の効果があると思われる複言語主義、それから言語教育っていうのもすごくポテンシャルがあるっていうふうに言われてますので、そういうものを展開していく必要があるだろうということです。でもう一つは、そういうものを展開していくためには、やはり批判的なものの見方っていうものが非常に重要だろうということです。でここで注意をしていただきたいのは、批判的というのは間違ってるとか正しいとか相手をこう否定するということではないです。そうではなくて、簡単に言うと、じっくりとよく考えてみる、いろんな方向からも考えてみるということになるかと思います。また別の言い方をすると、例えばなぜって考えてみるのは一つの批判的な考え方の姿勢だと思います。でその批判的な素養というものは、先ほども少し申し上げましたが、教師側にも必要であろうと思われますし、学習者側にも必要であろうというふうにも思います。こういう話を2015年にいたしまして、
今まで少しずつ活動を続けてきています。じゃあ、ここから少し本題の方に入っていきたいと思います。まあ、これから今もそうですけれども、グローバルとかグローバル社会という言葉はもう当たり前になって、日常生活の中で目にすること、耳にすること非常に多いと思いますけれども、グローバルな社会っていうのはどういうものなのかっていうことを自分なりに先行研究も踏まえて考えてみたものをまとめてみました。まあ、そもそも技術の発達などを通して人とか物とか考え方とかお金とか価値観とかそういったものが一瞬で国境というものを超えていくわけですね。もうそういう社会が当たり前になっているわけですから、社会イコール国家というものは実態に合わないっていうのはまさにその通りだろうと思います。で、福島2011などでもこれまでの その市民性とかシチズンシップっていう概念、先行研究をまとめたレビューしているような研究論文なんですけれども、その中で国家と国民と国籍、それからアイデンティティ、あと民族、言語というようなものをこうイコールで結んでいくような考え方は実はもう幻、幻想であるということを述べています。そうすると、その社会に属する人っていうのは何々人とか何々族とかっていうアイデンティティでアイデンティファイすることもできますけれども、一方で、まあ、今この社会を一緒に生きている、共に生きている人なんだというふうなアイデンティティをでこう、まあ、位置づけるというか捉えるっていうことが今のグローバル社会ではより実態に即しているのではないかなというふうに考えています。それからもう一つ自分自身が大切だと思っているのは、その社会に属している、どこかに帰属している、属しているっていうのはその人のアイデンティティになりますけれども、ただ属してるだけではなくて、その社会で自分が主体的に生きている、その社会を自分もこう作っていってるっていうようなことが実感できれば、それの方がさらに帰属意識は高まるのではないでしょうか。誰かにお任せきり、物理的にはその空間その場所に生きているけれども、社会と全然接点がないっていうような時に、それは果たしてその社会で生きているっていうふうに言えるのかどうかっていうことを考えると、ある程度義務とか負担っていうのも出てくると思いますけれども、自分たちで一緒に社会作っていくんだっていうような考え方に、これからのグローバルな社会の、私たちは、生きている私たちは、そういう市民性シチズンシップっていうものを持つ必要があるだろうと思います。で、その社会に、社会で共に生きていく人っていうところで、まあ、大きく他にも必要なものいっぱいあると思いますけれども、2つの能力が必要であるっていうふうに考えています。さっきの話をもう少し詳しく言っています。よいしょ、はい、オレンジ色のところだけ見ていただければと思います。課題設定するっていうふうになんか堅苦しく書いてますけど、要するに課題を自分で 見るとか探すとか、自分に降りかかってきたものを課題として捉えるっていうようなことで、その解決の方法を考えて実行していく。で、まあ、1回で解決しないことも多いでしょうから、まあ、そういうものをこう繰り返していくっていうような能力、それとそれを一人ではなくて共に生きている人たちと一緒にやっていくっていうような能力っていうものが必要だろうというふうに思います。で、その時に実は言葉っていうのはものすごく大切になってきます。当たり前の話です。今日の一番最初のところでお話ししたこととつながりますが、私と他者っていうのは同じ考えとか同じ価値観を持ってるわけではないわけですね。だから異なる人間同士ですから、違って当たり前ということです。ところが違う人たちが、違う考え方ある人たちが、なんか一つの課題のために一緒に力を合わせて何かやろうっていう時には、当然同じような意見だねっていうことで賛成、私とあなた一緒ねっていう部分も出てくれば、私とは考え方が違うっていう部分も出てくるわけです。で、そういう部分を調整していくっていうことをするときには、やっぱり言葉っていうものがないとできない。だから言葉はものすごく大切ですけれど、でも言葉ができれば、こういう調整とか議論とかすり合わせとか妥協とかっていうことができるかっていうと、またそうでもないというふうに思います。言い換えていきます。意見を伝える、相手の意見を理解する、で考え方は違うけれど一旦は受け止める、
で無視するっていうのはやっぱダメだから、相手に対して反応も示しながら、人と人とインタラクションをしながら自分の意見を述べたり態度表明をしたりしていく。で、対話とか議論、その喧嘩をしましょうねっていう話じゃないわけです。その日常生活の中で、会社の日常の業務の中で何かこうギャップが生まれたり課題が生じたときに、それを、まあ、ここで民主的なっていうタイトル言葉をつけてるのは そこなんですけれども、その自分の考え方をだけを押し付けていくというわけでもなく、なんかいろんな思いがあるんだけど相手の考え方を 100% 受け入れるということでもなく、違う者同士がじゃあどうしようっていうことを言葉を通しながら、建設的になるべく穏やかな民主的な方法でそういうものを実践していく、それがこれからのグローバル社会っていうものの市民に必要な能力だろうということです。だから何回も書きますけど、言葉の教育っていうのはとにかく重要です。で、小西先生のお話の中にも外国語教育 の21世紀スキルっていう生きる力を育てていくっていう話が出てきました。実はすり合わせをしていたわけでは全然なくて、私もこういうスライドを見ていただいているように、外国語の授業っていうものは僕がここまで述べてきたことを身につけるために非常に有効な貴重な機会になるっていうふうに考えています。そもそも外国語っていうものは普段自分が使っている言葉とは違うものですから、違うものと出会うという場所です。それから、まあ、読んだり書いたり話したりしているそのテキスト素材になるものの中には、自分が今まで体験したこともないもの、見たこともないものっていうものも出てくるわけです。で、そういう決してマイナスの意味ではないですけども、異質なもの、異なるものをどう感じてどう受け止めて、でそれとどう向き合っていくのかということを語学の学習の中ではもう本当に毎回毎回それを行っているんですね。意識してないかもしれませんけど、そういうものの繰り返しが語学の授業なわけです。そうすると外国語教育の場というものは、異なる考え方や価値観を持っている人や文化社会などとどういうふうにこう共存していくかという、素養を育てる場として非常に有効であるというふうに言われています。これは僕自身の考え方ではなくて、EU なんかでもこういう考え方をとっています。ところがその重要性が日本語教育の世界でどれぐらい認識されてるだろうかというふうに考えると、まだこれからもっと理解、その理解が広まっていかない、いけないんじゃないかなというふうにも思います。誤解をしないでいただきたいんですけど、言葉だけの教育っていうこと、民主的なシティズンシップを身につけるっていう目標、課題を設定したときに力を合わせてその課題に向かって行動していくっていうようなこともまさにここで言っている民主的な市民性ということです。だから私たちの身近なところでそういうものが求められているということです。ちょっとだけネガティブな話をします。今後の日本社会では、今よりも確実に外国人の人が増えていく、もうこれは政策的にも規定路線だと言えると思います。そうすると日本に住んでいる人も、それからこれから日本に行く人も一緒に共に生きるっていう必要性が高まってくることになります。ですが現実問題として、やっぱり弱い人っていうのは搾取されたり利用されたりということがあります。それから自分と違うグループの人は排除するというようなことも、これは別に国や社会地域を問わずどういうところでもあると思います。で自分がマイノリティになるときには、まあ、そういうものに、まあ、不幸にも巻き込まれてしまうということも起こってきますし、そういう何も自分がしないけれども自分がマジョリティ側多数派にいると、そういうちょっとこう排他的な言動とか行動とかっていうのを結果的にまあ、積極的にそれを推し進めてるわけではないですけれども、それに対してノーと言わないことによって社会全体で後押しをしてしまうっていうことも起こりうると思います。今日いらっしゃる先生方の中には、また今日いらっしゃる学生さんの中には、これから日本に行く人を教えているとか日本に行こうと思ってる人いらっしゃると思いますけれども、やっぱりバラ色な話ばっかりでもないっていうことは
誰かが言わなくちゃいけないのかなっていうふうにも思っています。だけどだからこそ多様性に寛容な社会っていうものを何よりも言語教育、日本語教育に関わっている私たちが作ろうというふうな意識を持って取り組んでいくことが必要だろうと思っています。その時に私が一つの参考のモデルになると考えているのが、何度か言葉に出しました欧州評議会の複言語主義というものです。でここから少しの間はそういう複言語という話について確認をしていきたいと思います。西山2011を参考にして、まとめてみました。西山は複言語という時に、まず私個人というところがポイントになると思うんですけれども、複数の言語を使える状態を複言語状態というふうに呼んでいて、そこには、2つの、側面があるということを言っています。一つは能力としての複言語、日本語でできることとか韓国語でできることとか英語でできることとか、でそれは決して読むとか聞くとか話すとか書くっていう4技能が同じレベルでできなくちゃいけないということではないということも言っています。技能別に全然違っても構わない。ちなみに私ヒンディー語だとナマステとかナマスカールとかカティパイサとかそれぐらいしかできない。でもそれでも一応片言できるっていうふうになるわけです。で西山がより重要だと考えているのは価値としての複言語ということで、これ今日の、お話の一番最初に実例で示した言葉っていうものはアイデンティティを表していて、で私の中に複数のアイデンティティっていうものが存在するということです。当たり前なんですけど、ほとんどの場合は複言語状態だと思います。例えば生まれた地域の言葉っていうのを知らないうちに身につけていく、で社会が広がっていくとそこでもう少し別の言語っていうものに接触していく、また両親のそういう地域の方言が違うと両方の方言をもう同時に身につけていくっていうこともあるかもしれません。で複言語状態っていうのは結局私自身の個人の中が多様な状態ということになります。もう一つ複言語とよく似た言葉で多言語、あと複文化と多文化という言葉がありますので、それの違いを確認しておきたいと思います。これも西山2011を元にまとめています。僕自身の考え方、まとめ方、簡単なまとめ方ですと、多って言った時には広い視野で見て、視点で見てる。だから社会全体の中に言語、使われている言語が例えば2つ以上あったら、それは 多言語状態なわけです。駅名を英語で書いてある、日本語で書いてある、韓国語で書いてある、中国語で書いてある、それからスペイン語とかポルトガル語で書いてあるっていうことになると、それ多言語状態ですね。一方複って言った時にはさっき強調しましたように個人の中が複数の状態になっているということです。そう考えると多文化とか多言語だからといって常に複言語とか複文化状態になるとは限らないということになります。一人一人の持っている母語としての言語はバラバラだとマクロで見た時には多文化とか多言語状態になりますけれども、もしその一人一人が一つの言語しか使えなかったら複言語状態にはなっていないということになりますね。個人の中ですから。逆もあり得ると思います。個人一人一人は複言語状態とか複文化状態なんですが、まあその現在も枠組みとしては残っていますので、国家っていうもので見たときに共通語は一個だけっていうことになってしまったら、その社会は決して多言語状態ではないっていうことになります。例え話です。厳格にこの言葉しか使えないっていうふうに政策とかで厳しく制限をされてしまった場合は、一人一人は複言語状態であっても社会は単言語単文化状態になってしまうということですね。ちなみにインドはなんか憲法ですか、22の公用語が明記されているということで、そういう意味では多文化状態多言語状態ということですし、多分一人一人の皆さんもこの方言がわかるとか、でも自分の母語としては何々語だっていうような複言語状態なんだろうというふうに思います。インドは多言語で多言語社会で、かつ複言語の社会っ
ていうふうに考えられるのかなというふうに思っています。インドで働いたことはございませんので、いろいろ難しい面があるだろうということも思いますけれども、後の話をちょっとつなげるために最初に申し上げますと、アジアの中で複言語的なコミュニティを作っていこうというふうに、もし動いていくとしたら、インドっていうのはすでにもう社会の中である程度そういう部分っていうのが達成できてるのかなっていうふうにも思うと、インドの持つ潜在性っていうところにも、期待をしたい部分があります。これはもういいので飛ばします。で、ただその異なる一人の中にもアイデンティティがいっぱいあり、言語がいっぱいで、でかつ私とあなたは違う、あなたとその人も違うっていう状態、異なるとか違いっていうものが顕著になればなるほど、社会っていうのはバラバラになっていくんじゃないかっていう懸念もあるかもしれません。でバラバラになってしまったら、コミュニティとして共同体として社会としてまとまりがないから意味がない。じゃあどうしようかっていう時に、少なくとも2つの方法があると思います。一つは外からの力、どっちも外からの力になると思いますけど、一つに無理やりまとめてしまうっていうやり方です。もう一つは、バラバラな状態なんだったら、バラバラであることがそのコミュニティのなんか価値観なんだというふうに発想を逆転してしまうことによって、バラバラの人がいることで、それ全体、そこ全体が一つでまとまっているっていうことですね。発想の転換のような感じだ。コロンブスの卵みたいな感じかもしれませんが。で、欧州評議会の方はそっちの方を取ったわけです。単一言語とか単一文化っていうものの枠の中に押し込んでいくのではなくて、バラバラであること、だけどバラバラである人たちで成り立ってるっていう私たちの社会、それが私たちの社会の一番のなんか重要点であり、アイデンティティなんだっていう発想にしたっていうことです。で、おそらく日本もそういう方向に向かわざるを得ないと思うんですけれども、要所要所っていうか、時々日本は単一民族だとか、日本社会はっていうふうにこう、ステレオタイプで語られるような部分ありますよね。そういうものをやっぱり壊していかないといけないのかなというふうに個人的には思っています。その時に出てくるのはやっぱり言葉であり、対話っていうことですね。で、正直な話、知らない人って怖いですよね。ある日突然知らない人がやってきて、自分の隣で住み始めた。どんな人なのか何にもわからない。外国人か何人かっていうことを抜きにして、やっぱり知らない人っていうのは怖いって人間は誰でも思うだろうと思います。それは生き延びるためのやっぱ本能というか、それがあったからこそ危険から逃れるっていうようなことができたんだろうと思います。だけど一緒に住んでいくのであれば、そこを少し分かり合うというステップを踏むことによって、その怖さとか距離っていうものを縮めていくことがお互いにできるだろうと思います。そのためにも対話、それから言語能力で、政治的な場面などで対話のための対話は意味がないっていう言説が、政治家なんかがこう言うことがありますけど、私自身は対話のための対話から始めるっていうことで十分いいんじゃないかなっていうふうに思っています。ただそこから始められることっていうのがあるはずだし、そのきっかけとしてやっぱ言葉がある。何よりも対話しようとか関わろうとか、とりあえず分かろうというような市民性っていうものを身につける人が増えていけば、社会の中の融和っていうものも少しずつ進んでいくのではないかっていうふうに思います。そのためにどうしたらいいかっていうと、やっぱり言葉、形としての言葉だけではなくて、その言葉をどういうふうに使うかというときに、社会の中で共に生きていく一人の市民として日本語を使って社会の中で生きていく、そのために何が必要だろうということを考えるっていうことになると思います。で、もう一つそういう時にヒントにな、私の中でヒントになったのが、ドイツの、教育です。ドイツには政治教育っていう理念があって、科目としても政治っていう科目があるんですけれども、これは政治という言葉からイメージするものをもう少し読み替えてほしいと思います。民主主義の教育だというふうに言われています。で、そのドイツの学校教育の根幹にあるものがこの政治教育だというふうに言われています。で、その政治教育っていう言葉は翻訳してドイツの
ドイツ以外の、あの世界にこう広げていくというか、政治教育というものを紹介していくときには、英語で民主的シティズンシップ教育、エデュケーション・フォー・デモクラティック・シティズンシップっていうふうに訳されるんだそうです。決してポリティカルみたいな言葉が出てこないんですね。で、これはそのあるコミュニティの中で共に生きる人が持つ特性って非常に抽象的な、定義になると思うんですけれども、実はここまでお話ししてきたことと全く一緒のことなんですね。で、ドイツではこういう教育を、本当に小学校からやっています。政治っていう科目は小学校の高学年ぐらいにならないと出てこないんですけれども、理念としてはもう本当に学校教育以前から家庭の中とか社会の中で行われているようです。ちょっと字が小さくなりましたけれども、その民主的シティズンシップ教育というものについて、スターキー2002っていうものを紹介しておきたいと思います。他の、あの研究者の言ってることとかをまとめて、スターキーの中で3つの側面を挙げています。認知能力っていうものと、それから情動的能力、価値の選択、あと行動力と、社会的能力ということです。で、これ私自身なりに大きく3つを、あの別の言葉に置き換えてみますね。まず認知能力っていうのは頭です。だから知識だとか頭で考えるっていうことですね。で、情動的能力っていうのはハートです、心です。頭で考えて、心で、他者と向き合って、で、かつ最後は行動をする、体の動きですね、身体行動です。だから頭と心と体っていうものの3つの側面を、ちょっと学問的に難しい言葉でまとめて紹介しているのがこのスターキン2002かなというふうに思います。言い忘れましたけど、参考文献は皆さんが後から見ていただけるようにネットからダウンロードできるものだけを、紹介していますので、プリントの途中に参考文献のページありますので、興味ある方はぜひ後でダウンロードしてください。じゃ、その欧州で行われている民主的シティズンシップ教育っていうものは、これ自体も教育としてもう 100% 優れていて、欧州の未来はバラ色っていうわけでは全然ないと思います。皆さんもご存知のように、こういう教育をしているドイツであっても移民排斥の運動が起こったり、大きなデモがあったり、それから政治家政党の中でも極右と呼ばれるような人たちやグループが台頭してくるっていうのがあるわけです。ドイツの周辺以外でもそうですね。ですけれども、こんなふうにも考えることができると思います。もしこういうような政治教育、民主的なシティズンシップ教育っていうものが行われてこなかったら、じゃあ今の欧州とか今のドイツっていうのはどんな感じだっただろうっていうことも考えてみると、一定のレベルというふうになるかもしれませんが、この教育が成熟した市民の育成っていうものにつながっていたっていうことは、私はやっぱり否定できない。で、そこに、日本の社会、これからの日本のグローバルな社会っていうものを考えていくときのヒントっていうのをそこに見出したいというふうに思います。目を転じて日本っていう話になったところで、アジアの複言語っていうものを見て考えてみたいと思うんですが、地理的にも歴史的にも、それから政治的な問題もあり、欧州評議会のような枠組みっていうのが、現時点ではないわけです。ですから、その、夢物語にね、アジア全体が複言語の理念をこう持ったコミュニティとして、国境っていうものを超えて一つの社会になるっていうのはまだ夢の段階かもしれませんが、いろんな研究者、教育者、それから政治家など実践している人たちもいるわけで、そういうようなことが将来全く起こらないということでもないだろうというふうにも思います。その上の方だけ少しだけお話をしておきたいと思います。国際交流基金の方がいるので後で怒られるかもしれないんですけど、日本でセフアールっていう、日本語教育にもセフアールっていうのが、概念が導入されていって、で、A1 とか B2 とかって言ったりしているわけですけれども、十分今日お話しできなかったんですが、欧州評議会でセフアールっていうのを導入していったのは、
何もその学習の能力を測るっていうことが第一の目的ではなくて、そもそもその向こう最初に複言語って目指す世界があったわけです。で、複数の言語によを一人が持っている、またそれがアイデンティティとして強く根付いている。じゃあその状態を少し可視化するとしたら統一の尺度が必要だろうということで SFR っていうものが出てきたわけであって、決してなんかテストのなんかを測るっていうことが第一の目的ではなかったわけですが、残念ながら日本にも日本語教育にも導入されていった結果、結果的にSFRっていうものがもうすごく分かりやすい、それから一種欧州でっていうようなところがちょっと権威づけされてしまったのかもしれませんけれども、尺度としてのみ利用されている認識されているっていう部分があるだろうというふうにも思います。そういうところも今後日本語教育で考え直しというか再定義みたいなのが行われるといいんじゃないかなというふうにも思っています。はい、じゃあまとめていきたいと思います。日本語教育の課題として私自身が考えていることです。複言語主義の理念というものを確認して、民主的シティズンシップっていうものを目標にした教育っていうものを重要だと、そういうことを進めていきたい、それが日本語教育の課題かなというふうに思っています。私は現在の勤務校で、それをやれる範囲内でいろいろ実践をしているところです。もう少しだけ具体的に、じゃあ日本国内の日本語教育でそういう民主的シティズンシップ教育、市民性教育っていうことをする意味っていうのはどこにあるのかということです。それを2つ、考えてみました。1つは日本国内の教育ですので、もうすでに日本に来ている人ということになります。その人は日本語を勉強するとか日本語教育のコースに入るとかっていう以前にもうその日本社会に生きているわけ、住んでいるわけですから、そこでやっぱり相対的な弱者になります。で、そういうような中で決して喧嘩売りましょうねっていうのではなくて、一人の市民として生きていくためにやはり自分自身で問題解決とか社会参加していくっていう素養が必要だろうというふうに思います。だから日本国内で日本語教育、それを市民性教育、民主的シティズンシップ教育として展開していく意味はまず一つはここにあると思います。で、もう一つはそれによって日本社会も変わっていくだろうという期待がやっぱり私にはあるんですね。いろんな人が日本の中で混ざっていくことによって、今まで変わらなかった考え方とかそういうものも影響を受けて変わっていくっていうこともあるだろう。それが、いい方向に変わっていく可能性を信じて、日本国内で民主的シティズンシップ教育っていうのを行っていくっていうことに意味を見出したいというふうに思います。一方で日本以外の国で行っている日本語教育の中でこの民主的シティズンシップ教育っていうのをやる意味はどこにあるのかというと、いわゆるその欧州評議会がやっている外国語教育と同じように、その社会その国の社会の中で複言語性や異文化理解能力を高めている人を増やしていくっていうところに目的意義が見出せるだろうというふうに思います。つまりその社会にとってその多様性への寛容さっていうものを高めていくっていうことが、期待できる。だから日本以外の海外、ここがインドで日本から言うとここから見れば日本の方が外国ですけれども、日本から来ましたので海外っていう言葉を使いますね。海外で行われる日本語教育で市民性教育を実践する意味っていうものは、その国その社会において、多様さっていうものを高めていくっていうところに意味があるのではないかと思います。で、グローバルな社会ですから、日本の日本語教師とインドの日本語教師がこういう場で一緒に混ざるわけです。インドから技能実習生で行った人が向こうで日本語教育を受けながら、また技能実習をしながら日本にいる留学生や日本人の学生と、また社会その住んでいる周りの人たちと混ざり合っていくっていうことになると、グローバルに融合する日本語教育っていうものに展開していくだろうというふうに思います。つまり
日本国内の日本語教育、まあ、市民性教育っていうものと日本国外で行われている市民性教育で、そういう市民性教育に関わっている人たちが日本だけじゃなくていいんですけど、ある場所で一緒にこうまあ、作用し合うというか触れ合うことによって、またそこでそれぞれの持っている世界っていうものを超えた対話っていうものが行われていき、そういうものが地球規模の複言語主義、複言語教育っていうところにつながっていくじゃないかというふうに思います。そういう意味でこの場はとっても意味があると思いますし、ここでこういうお話をさせていただいたのは本当になんかありがたいと思っています。インドの神様のおかげかななんていうふうにも思っています。最後に、日本で働きたい人の日本語教育に求められているものっていうものなんですが、ま、受け入れも進んでますけれども、私個人の感想でしかないんですが、日本国民って呼ばれる人たちの外国人受け入れの考え方とか市民社会の構築っていうのは決して進んでいるようには思っていません。だから日本人側とか日本社会側っていうのも変わらなくちゃいけないんですけれども、やっぱりそういう社会の中に共に生きる人、市民として入っていくのだということを考えたときに、学習者の人、外国人の人にも市民性っていうものへの意識を持ってもらいたいなというふうに思っています。で、私はその日本人側にもこういう教育は絶対に必要だと思っていますので、今の所属先では日本人の日本語教育を勉強している人だけですけれども、日本人の副専攻課程の学生と上級の留学生と一緒の授業にして、その中でグループワークをたくさんして、いろんなこう気づきとか、お互いにとっての気づきを誘発するような機会を提供してきています。これはもうまとめられます。ずっと日本語教育っていう話、コンテクストで話をしてきたんですが、実は日本語教育じゃなくてもこういう教育はできるというふうに思っています。まあ、それを上の方色を変えたんですけど、一番左側の日本語っていうところ、日本っていうところを例えば英語とかヒンディー語とかって言葉変えてもらったら、いろんな外国語教育で実践もできますし、語、日本語までを含めて違うものを取ってみる、例えば美術教育とか音楽教育っていうものの中で、そういう民主的な市民性を寛容していくっていうことも十分可能ですし、僕は大嫌いで数学とかも考えたくもないんですけれど、数学教育だってそういう市民性教育っていうことは展開できるだろうと思います。さらに言うと、教育っていうものまでも取ってしまって、人と人とのなんかやり取りの中でもそういう市民性っていうものを寛容していく、またそういうフィードバックを自分が得ていくっていうこともできるだろうというふうに思います。で、最後に日本語教育の副専攻の学生と上級の学生を一緒にしている授業をしていますと紹介しましたが、今学期それを行って、留学生の人だけなんですが、新聞記事を批判的に読むっていう、その両方が一緒にやってる授業で、どういうふうに批判的に読むっていうことについてどんな意味をあなたは見出しましたかっていう授業の最後にアンケートを取ってみました。自由記述です。成績関係ないものとして書いてもらっています。そうするとここにあるように、まあ自分の国では気づかなかったこととかっていうのを、そういう日本の授業の中で学んでいくことで、客観的に世界が理解できるとか、物事の本質が見える、気づきにくい問題っていうのに気づくことができるとか、自分で主体的に判断する、自分の意見が持てる、自由に考えることができるとか、まあ、言葉によるコントロールを意識するいうような、まあいろんなことが出てきました。もう一つ、あとやっぱりそのグループで、それから日本人学生と留学生が一緒にっていうところから、自分とは異なる視点に触れることができる、それによって自分の考え方も豊かになるとか、お互いで適切な答えを探すとか、あと弱者側に立つとか、他人の立場で考えるとか、ま、僕が書いてくださいねって言ったので忖度して、先生の喜ぶようなことを書いてるっていう人もいるかもしれませんけれども、でもこの人たちにとって1学期の授業の中で、日本語の教育の中でそういう他者と触れ合いながら、触れ合うっていうのもこうだったハッピーになるだけではなくて、時には全く正反対の意見をこう議論として付き合わせながらっていう作業を学びをした結果、
まあ、教師に対してのお世辞であってもこういうものを書いてもらえるようになっていくっていうのはその人にとっての一つの成長じゃないかなというふうにも思っています。はい、いいですね。で、一番最後ですね。で、こういうことをするためには教師もやっぱり学ぶ人も意識変革っていうのが必要で、それがないとなかなか何のための日本語教育なのかっていうところに、今までと変わらない感じになるんじゃないかなというふうに思っています。で、この後、その意識変革を促すっていうと大変先月ですけれども授業で使った素材を持ってまいりましたので一度それを使ってちょっと批判的に日本の新聞を読んでみるということをやってみたいと思います。参考文献はお手元の資料にもある通りです。じゃあ社会について民主的な態度で対話しながら批判的リテラシーを伸ばす授業のためのワークショップ、長いですね。もうちょっと分かりやすく書けなかったのかなと思いますが、ここに移りたいと思います。最初の方はもう繰り返しですので簡単に紹介するだけで、私たちは一緒に生きているので、そういう民主的なシチズンシップっていうものを身につけていく方が良いですね。だから日本語教育でもそういうことを実践することには大きな意味がありますという話です。で、他者と共に生きるっていうのはただ時間とか空間を一緒にということだけではなくて、一緒に問題解決のために社会に関わっていく、力を合わせて一緒に実践していくっていうことで、このあたりがまさに語学教育の中でグループワークなどをしていくにあたって非常にアドバンテージになるところだと思います。で、これはドイツの学校を見学してきた時にこういう話があったんですけれども、やっぱり理念とか制度だけではダメだということなんですね。で、そのためには実践していくことが必要で、主体的な参加とか一緒に共同決定していくプロセスへ参加していく、言い換えると自分で考える、自分で計画する、自分で判断するとか自分で実践するとか、それからこのあたりもああそうだなって思うんですけど、自分で責任を持つっていうことも大事だっていうふうになんかドイツの学校の先生は言ってました。で、そのためには言葉を使って他者と対話したり議論をしていくっていうことになります。意識変革っていうキーワードを最後の方で出しましたけれども、2つぐらい、まず何をっていうところで、その批判的なリテラシーで、それには言語に対しての批判的なリテラシーもあれば文化に対するものもありますし、社会全体に対してというものもあると思います。で、この僕が行った授業の中で批判的っていうことを正面に出して授業をしていくと、とにかくたくさん意見を言う人が出てきます。ですが、ここで言う読解の授業として批判的であるというのは、書いたものを読んで自分の意見を言うだけではなくて、その前の段階として書いてあるものを批判的に読むっていうことを求めています。だから自分の意見を持ってる人はみんな大人だから持ってるわけで、それこそタイトルだけ見ても、いや、なんか日本の男女差別はひどいですとかっていうようなことを言うってことはできるわけですよね。だけどそういうことではなくて、自分の考え方を出すのではなくて、書いてあるものを受け止めてそれを批判的に検討した上で、それに対して自分が何を意見として出していくかというようなことで、決して否定とか非難とかということではなくて、いろんな視点でよく考えて見えてないもの、隠されているものっていうのを読んでいきましょうねということです。もう一つ、これは授業をデザインする側に求められる意識変革ですけれども、どうやってそういう批判的なリテラシーを育てていくのかというときにヒントになるようなものをちょっと出してみました。まず参加者本人の利害関心に、合ったものにするっていうのが一つあると思います。それから最初は違っても最終的に参加者本人の利害関心につながる、そういうふうにつなげていくことができれば良いと思います。あと、自分で判断するとか考えて獲得していくっていうプロセスが必要で、その過程を支援するのだという意識変革が必要だろうと思います。与えるのは考えるための場所だったり時間だったり期間だったりリソースであって、
頭の中に入れてほしいものを教師側が押し込んでいくようなものではないということです。そのためには参加者同士がやっぱり対話をしていき、意味のあるコミュニケーションをするためにどんどんこう通っていくというか、質問をしていく、答える、考える、根拠を示す、そんなことを対話の中でやることで気づきが促されていって、最終的に自分で判断し獲得していくことにつながると考えています。概念として、準拠するべきものとしてボイテルスバッハコンセンサスっていうものがあり、1976年だったか、それぐらいにまとめられたものらしいんですが、これが今でも、大きな基準になっています。上はその教員側、教師側が、教師って権力的な立場にいますので、教師が言うことっていうのは絶対みたいなこともありますけれども、そういうのではないっていうことです。それから真ん中も大切なこととして、ご紹介しておきたいと思いますけれども、何かこう論争があるような問題っていうものは難しいですよね。考え方が違う、例えば教師と学習者とも違う、学習者同士でも考え方が違う、そうすると議論になるけれどまとまらない、なんかもう言い合いみたいになっちゃう。だけどドイツの政治教育では論争のあるものは論争のあるものとして、つまり3つ考え方があったら3つ紹介しましょうみたいなことを大事だというふうに考えています。それからこれ利害関心ということですね。で、こんなことをちょっと踏まえて、教師側も自分の授業を批判的に検討していくっていうことが必要ではないかなというふうに思っています。さあ、それでワークショップに移りたいと思います。皆さんのお手元にお配りした新聞で、よいしょ、特別講義ワークショップ資料1っていうものです。A4 サイズ、裏表コピーになってると思い、印刷になってると思います。読売新聞の社説です。外国人労働拡大、摩擦を防ぐ体制整備が大切だというものです。ちょっと隣近所の人とグループになって何人でも構いません。向き合ってもらったり横一列でも構いませんので、お近くの人と、はい、文章の中にある、そのお手元の資料の中にある表現に着目して、文章を書いた人の考え方とか意図っていうものをちょっと批判的に考えて読み取ってほしいと思います。それから、社会、その中には書いてない社会の中で広く共有されている、または共有されていると思われるような前提とか価値観っていうものも探してみてほしいと思います。で、まず5分間ざーっと読んでいただいて、なんとなくこんなところが批判的に読むときになんか目の向けどころかなっていうものを、まず一人一人で5分ぐらいざーっと読んで、気になった範囲でいいので、ちょっと自分なりにチェックするなりして個人作業をしてください。5分間目を通して批判的に読むときにこんなとこ気になるとか、ここはちょっと抑えたいっていうところを探してください。今から5分お願いします。ちなみに全部ルビーが振ってありますけれども、私の授業では批判的に読むということが目標なので、そういうものの障害になるようなものっていうのはなるべく最初に取り除いておきたいなと思って、上級のクラスですけど全ルビーで全部ルビー振って資料は渡してます。で、予習をしてもらって、内容の意味、字面の意味、書いてある意味は掴んだ上で教室に来てもらって、さあじゃあ批判的に読んでみましょうねということで、教師との対話やグループ間の対話、日本人学生留学生の対話っていうものを進めていくっていう形の授業展開をしています。読売新聞っていうのは日本で一番発行部数が多い新聞っていうふうに言われていて、900万部ぐらいでしたっけ、1000万部いってたんでしょうかね。日本で一番数が出ている新聞ということです。で、外国人の問題、差別の問題とかを私の授業の留学生の人たちは読んでみたい
ていうふうに言っていたので、この社説で、社説は新聞社の考えてる考えが比較的ストレートに出てくるテクストなので、あの日本で一番数が出ている新聞、つまり日本社会で広く受け入れられている新聞がどういう考え方、外国人の労働とかっていうことに対してどんな考え方を持っているのかっていうのを、その批判的に検討するには、あの結構いい素材ではないかなというふうに考えています。はい。じゃあ、個人作業は一回終わりにしてください。で、私の授業では、対話は重視しますけど、いきなり対話するっていうことはしません。当たり前なんですけど、自分の考えを他者に伝えるためには、自分の考えを作るステップっていうのが必要ですよね。なので、その、宿題で予習してくださいね。それから、じっくり考えてきてくださいね。で、予習シートっていうのも、出して、自分が何を予習したり、どう考えたのかっていうことも出してもらう。だから自分の考えをまとめる、個人の考えを持つっていうのも大切なことなんですね。その上で、私と異なる他の人と意見交換をしていくっていうプロセスを踏みます。じゃあこのワークショップでも個人一人一人の、チェックは大体していただいたと思いますので、ちょっと隣近所、前後ろ、周りの人と適当な感じで顔を寄せ合ってもらって、どんなところに目を向けたのかとか、なぜそこが大切だと思うのかとか、そういうことをちょっと話し合っていただきたいと思います。よろしくお願いします。今終わってくださいっていうことなんで、ちょっと途中だと思います。非常に活発に意見交換していただいてて、ずっとやってもらいたいなと思ってたんですけど、あと5分になりましたので、すいません、ちょっと止めてください。例えば読むときにこういうところに目を向けるといいですねっていうのが、談話の分析の中に批判的談話研究っていう分野があって、その政治家とか力を持ってる人たちが言葉を通していかにその普通の人たちをコントロールしていったり、自分たちの力を大きくしていったりしてるのかっていう、そういう研究があるんですけれども、そのある研究者がこういう視点に目を向けるのが一つポイントになるってことを言っています。まず、どんなグループとか対象をどういう名前で、どういう表現で名付けるかっていうことです。それから、そうですね。例えば移民っていうものを名付けるときに、移民という言い方もできるけれども、別の言い方を当てることもできますね。移民がたくさん来るという言い方もできれば、移民が津波のように押し寄せるっていうような言い方をすると受け取る感覚変わりますね。津波っていうものをなんか世界共通語に残念ながらなってしまいましたけれども、そういうものが持ってるイメージっていうものを利用するっていうことです。それから肯定的なのか否定的なのか、で、どういうものは肯定的なのか、どういうものは否定的なのかって、他のものと組み合わせて考えていくことで、また、それが誰の立場で書かれているのか、この社説で言えば、政府の立場なのか、企業の立場なのか、受け入れる市民の立場なのか、それから外国から来る外国人の立場なのか、いろんな立場があり得るわけですけれども、ある部分をどの立場で書いていて、で、それは肯定的なのか否定的なのか、どんな表現がそこに与えられているのか、そんなことを見ていくと、ただ意味を追っかけているだけでは見えないようなものが見えてくる可能性があります。それからもう一つ、社説っていうのは意見を相手に伝えるものですので、納得してもらった方がいいわけですね。そのためには、こうこうこうです、なぜかというとというふうに、因果関係とか論理っていうものに重点を置いた展開が生まれてきます。その時に言葉の形としては何々だからとか何々なのでとか何々のためにっていうふうに因果関係はちゃんと保たれていたとしても、つなげられているものの中には全然因果関係がないっていうこともあり得るわけです。またどういうものが根拠になっているのかっていうものを、その社会でも前提になっているような価値観だとすると、わざわざそれを言葉にしないということも出てきます。どういうものが根拠になっているのか、で、その因果関係はどう構築されているのかっていうのに目を向けることで、一見すると非常に筋が通っているようなディスコース、談話であっても、その論理の破綻というものが実はいろんなところに隠されているっていうことも見えてくる場合があります。あと、副詞とか、上の表現ともつながるんですが、
どういうものに協調的なあの表現が使われていたり、どういうものが逆に緩やかにあの広く曖昧にされているのかとか、小さく見積もられているのかっていうような、こう程度みたいなものにも目を向けてみる、そういうものを組み合わせていくことで批判的に考えていくことができます。もうあのデモンストレーションしてみたいと思います。ここを見てください。単純労働の外国人労働者も受け入れる、誰がっていう資格がないですね。あのないから間違えてるんじゃなくて、ないということをまず押さえたいと思います。大きな方針転換である地域住民との摩擦を防ぐため、受け入れ体制の整備を急がなければならない。急がなければならないのはなぜかっていうと、地域住民との摩擦を防ぐため。摩擦があるから急ぐんですか。来る人が来るんだから受け入れ体制を作らなくちゃいけないっていうんだったらわかるけど、摩擦を防ぐため、そうすると受け入れ体制の整備は誰のためですか。摩擦で嫌な思いをする人のためっていうことになりませんか。嫌な思いをするのは両方ですよね。だから好意的に見れば、外国人の人が摩擦で嫌な思いをするから整備体制をするんだという読み方もできるけれど、地域住民や企業とかが摩擦を受けるのは困る、だから受け入れ体制の整備が必要だという読み方も可能になります。で、次に政府っていうのが出てきますけれども、後で見てください。政府がって書いてあるのは結構いい話をしていることとか、事実関係を述べているところにたくさん出てきます。ちょっと下の方にスクロールして、ここもそうですね。政府はとか、あの高度人材に限ってきたとか、あと官房長官は、強調したとかで、あ、ストップしてください。ここですね。こんなところ見てください。安価な労働力として利用されている、受け身ですね。誰がしているのかっていうことは文書の表には出てきません。担わせてきた、担わせてきた人は誰なのか。担ってきた人は、単純労働になってきたのは就労、本来は就労目的ではない在留資格の外国人ですけども、担わせてきたのが誰なのかということはここでは語られていないということで、ここでも、論理ロジックの話をします。政府は定期的にチェックするから、それは期限に定めのない移民とは違うのだというふうに言いますけれども、チェックするって当たり前ですよね。チェックするから移民じゃない、移民じゃないから OK っていう問題じゃないわけで、あの話がすり替わりますよね。移民かどうかということを抜きにしても来るわけですよね。だけど移民は困るっていう世論みたいなものがあって、それに対していやチェックするから移民じゃないんですよって言ってる。もう一つ言うと、国際的な定義から言うと、チェックしようがしまいが一定期間過ぎると移民っていう考え方もあるわけですよね。そういう考え方に立つと、移民か移民じゃないかっていうことは全然本質的な問題ではないっていうことになります。でも殻があることで論理関係が形の上では担保される。それから、ここもそうですね。混乱を抑止するために野放図な受け入れ拡大は避けなければならない。ちゃんと考えてるなって読めるテキストですけれど、そもそもこの、あの変化、あの政策の、ポイントは別に野放図な受け入れをするためではないので、 これのためにこういうことをあのしないようにしてるんですよって言ったって、それは当たり前のことなんで、当たり前のことをちゃんとやってますよみたいな書き方にここでは見えるわけですね。ここちょっと最初のところと対応させますよ。政府はっていうふうに入ります。政府はこういうものをこれに格上げする。格上げっていうのはプラスの評価を持った言葉ですね。格が上がるわけです。それから体制を拡充する、広がるっていうのはいいことだっていうふうに私たちは思います。政府っていうのが出てますね。で、自治体にも住民と外国人の融和に目を配ることが求められる。自治体にっていうふうにはっきりと明言をします。政府はこういうふうにする方針で、自治体にもっていうことを言います。一番上行ってください。あ、トッププリーズ。はい、ここです。ここの ここ2行見てください。政府はとかって出てこないんですね。だから肯定的なこととか事実関係としてのとこには政府っていうものが出てきますけれども、全体としては
受け入れる、私たちが受け入れる、日本社会全体が受け入れる、大きな方針転換、誰が方針転換したのか、私が政策作ってるわけじゃないわけで政府なわけですけど、そういうことは語られない。で、地域住民との摩擦を防ぐために整備を急がなければいけない、誰が急ぐんでしょうか、そういうようなことがここではない、あるところには書かれているけどあるところには書かれていないみたいな風になります。で、じっくりただ辞書を引いて単語の意味を確認していくだけではなくて、こういう風に読んでいくと、ここもそうですね、地域住民との摩擦を防ぐため、もう摩擦があるということが前提になっています。もちろんあると思いますけれど、じゃあ摩擦があるんだったら摩擦を起こさないようにするためにはどうしたらいいのか、受け入れ体制の整備、その整備は自治体とか私たちに任されているみたいな書き方になっているということを考えると、果たして政策を作る側がどれぐらい受け入れ体制の整備っていうのにこうきっちりと考えてやってるんだろうかっていう疑問が出てきますね。これはあくまで一つの読み方です。政府を批判しましょうっていうことではなくて、どんな表現を使い、どんなロジックを使い、どういうところを肯定的に否定的に、そんなことをしながら私たちは誰かの立場、自分の立場だったりでも文章を作り、それをメッセージとして私たちに投げてくるわけです。対話が大切ですから、私たちはまずそれを受け止めてしっかりと吟味するために批判的なリテラシーというものを持っておかなければいけない。その上で、いや受け入れ大賛成ですよっていうんだったら自分の考えを述べるっていうことになりますし、いやこの政策はおかしいとか、ここがおかしいっていうのであればなぜかっていうことを含めて対話をしていくっていうことになるわけです。ここからも対話をするとか議論するっていう一つ前の段階として批判的なリテラシーっていうものが不可欠である。でそれは一人で勉強するよりも多分他の人と違った考え方の人と対話をしながら、でなるべくこううまくデザインされた授業の中で教え込まれるのではなくて、自分が実践していくことでそういうリテラシーを身につけていくっていうことが重要であると私は考えています。で私もこれからもいろいろ実践をしていきたいというふうに思います。皆さんもぜひご自身の活躍されている分野フィールドでできることってあるかな、こんなことできそうかなと思ったらぜひチャレンジしていただければ、ここでお話しさせていただいた私は大変嬉しく思います。ご清聴ありがとうございました。